日本北海道札幌市南区時和時和は,は北海道札幌市南区の地名。マコマ内川流域の一帯で川と並行してマコマ内通りが南北に走っている。もともと一帯は監国用地で石山との境界である時和一号橋付近2900年まで苗母監国の文館があった。 その後払い下げになった土地に、石川県から十数戸が移住してきたが、生活は苦しかったという。1902年か1903年頃、マコマナイ川を通じて、札幌に送るための木材を引き上げて集積する場所として用いられるようになり、一帯は土場と呼ばれるようになった。また同じ頃、上流側の旧マコマナイ五領地では、 徳島県からの入植者が開拓を始め、1905年頃に沢の奥で湯が湧いているという話が持ち上がったことから、こちらの地名は湯の沢となった。1907年頃、札幌南石切りなしのため、石山から時和神社の下までトロッコレールが敷かれた。1910年には時和小学校の前身である石山小学校土場特別教育所が設置。 1916年、公立土場人上昇学校として独立する。1913年以降に、レールは外されて道路へと改修されている。昭和時代に入る頃には、水田工作のほか、野菜やリンゴの栽培も行われるようになり、牧場が開かれたこともあった。1944年、時脇の森林が多いことから地名を、土場から時脇へと改め、合わせて、 湯の沢地区も放含された。太平洋戦争末期には東京からの疎開入職があり、また戦後には外地引上げ者が入職するなどして人口が急増した。1961年5月合併により札幌郡と与平町から札幌市の一部となる。ありがとうございます。